東京競馬場第1レースは KO 杯2歳ステークス、枠入りが完了して今ゲートが開きました。先行争い、さて何が行くのでしょうか。シンフォーエバー先頭を伺います。マリノポリトゥルフ、エンドレスサマー、そしてパンチャカワー、フラステリア、エイジンワンド、バニーラビット、マイネルチケット、キシアマン、リアルショット、レモンバーム、そしてヒカノクニからカナバベル、そしてシンガリにランキーバローズ、こういった体制です。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあ各馬ここから差を詰めていきます。さあ向こう上面から各馬3コーナーを回っていきます。依然として先頭はシンフォーエバー、リードは2馬身、2番手追走はマリノポリトゥルフ、リアルショット、差を詰めてきた。シンフォーエバー4コーナーを先頭で駆け抜けます。内からマリノポリトゥルフ、現在2番手の位置、パンチャカワー現在3番手、残り400を切った。エンドレスサマー上がってきている、フラステリア追走、外からバニーラビット、キシアマン、バグンでもがいている、先頭はシンフォーエバー、続いてエイジンワンド、シンフォーエバー先頭、マイネルチケット上がってきている、大混戦、これはわからない、エイジンワンド1着でゴールイン、1着エイジンワンド、2着以下は激しい争いとなりました。勝ちタイムは1分20秒0、勝ったのはエイジンワンド。